こんにちは、日向洋一です。それでは今回もまた聖書が教える幸せな夫婦ということでお話をしていきたいと思います。今日はヤコブ書の新約聖書ヤコブ書の4章17節です。なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。聖書にはよく罪という言葉が出てきます。でこの罪という言葉は、ギリシャ語ではハマルティアというんですが、もともとの意味は、的外れという意味です。ダーツとかで考えていただくと分かると思うんですけど、その真ん中をね、真ん中を射抜く、でそれがスポッと外れるっていうことですね。つまり目的にかなってない、目的から外れているということが罪だというふうに言うんですね。人間は神様に作られて、神様を愛して、隣人を愛して生きるために作られているわけですけれど、その目的にかなっていないことは罪だというふうに聖書は言うわけですね。人殺しや盗みや、そういったこと、法に触れることだけではなく、本来私たちが作られた目的にかなっていないことは罪だというふうに言うわけですね。でそのように自分がやってしまう罪だけではなくて、この言葉はやらないことの罪に関して語っているわけです。なすべき正しいことを知っていながら行わないならというふうにありますので、なすべき正しいこと、これやるべきだな、これやった方がいいなということを知っているんですよね。知っていながらこの人は行わないんですよね。夫婦の関係にとっても、この言葉は非常に重要な言葉だと思いますね。で私たちは、簡単にできることは、やってあげられるわけですね。で知っていながら行わない正しいことってどういうことかっていうと、難しいことなんですよ。簡単にはできないこと、簡単でないこと、それが知っていながら行わないんですね。これ選択してるわけですよ。知ってるけどやらないと、これチョイスですよね。知っているけどやらないんですよね。で、聖書には神様は真実の方なので、私たちが持っていないものを要求されることはないという意味のことが書いてありますね。ですから私たちが罪というふうに、心の呵責というか良心の呵責を覚えるのは、できるんだけどやらないことなんですよね。でもできるんだけどやりたくない、もしくは難しいこと、簡単でないこと、もしくはやりたくないことなんです。でやりたくないことをその人のためにやってあげるっていうことが、愛なんですよね。で、そんなことを私もお話ししてますけど、私自身も今年、結婚17年をお祝いしてるんですけど、18年目に向けて実は決心していることがあります。でこれは私にとってはやりたくないことで、簡単でないことなんですけど、夏江の話を遮らずに最後まで聞くっていうことを、決心しています。で、これを夏江に宣言しようかどうか、実はちょっと今まだ迷ってるところなんですけど、
今までは、まあ、夏江の話を最後までなかなか聞けなかったんですよね。聞けないっていうのはちゃんともちろん情報は聞いてますけど、なんか途中で口を挟んでしまったりとか、それこういうことじゃんみたいな感じで言ってしまうんですよね。でそうすると夏江からかぶってるっていうふうに怒られるわけですよね。でやっぱりそれってすごい失礼なことだし、大切にされてるって感じないだろうなって思うんですよね。でそれはもう結婚した時からずっと言われてることで、まあ17年間治そうと思っても治らなかったことなんですけど、まあ、前回ですね、前々回ぐらいでビデオで配信した、まあ、聖書が教える、まあ、夫の在り方っていうお話を、まあ、私の教会の既婚者の男性の皆さんと一緒に学んだんですけど、まあ、その自分でお話をしながら、あ、自分は本当に夏江をね大切にしてないなっていうことをやっぱすごく自分自身思わされたんですよね。で、で自分はどういうふうに変わる必要があるんだろうかって思った時に、まあ、これをこの彼女の話を最後まで聞く、そして彼女の気持ちを理解する、まあ、それが自分にとってはまあなすべき正しいことだなっていうことを今思っています。ですので、まあ、これがどうなるか、また今後動画でも機会があればですね、報告したいと思うんですけど、でそれよりもっと大切なこととして、まあ、あなたがなすべき正しいことは何でしょうか。ご夫婦の関係で具体的な何か一つをやってみられたらいいと思うんですよね。まあ、ある私のあるクライアント、男性のクライアントの方は、まあ、奥さんのとの関係で自分の気持ちを、ね、正直に手紙で伝えるっていうことを決心された方がおられます。でそれはすごく難しいことなんですよね。ですけれどやっぱそれをやらなければ結局関係は信頼関係は、まあ、回復しないっていうことをまあ、私もそのクライアントの方も、まあ、理解したので、まあ、それをやっていきましょうっていうことを決心したんですよね。でそれをやることによってなすべき正しいことを行うことによって的外れではなくてその目的にかなった信頼し合う信頼し合っている、まあ、夫婦になることができるというふうに信じています。なすべき正しいことを知っていながら行わないならそれはその人の罪です。まあ、これは厳しい言葉ですけれど逆に捉えればその困難な中でそれをやり遂げることによって夫婦の関係というのは成長していくというふうに言うことができると思います。はい、この動画をご覧になっている方でまだ私のメールマガジンに無料のメールマガジンに登録されていない方がいらっしゃいましたら、YouTube のリンク説明文のところにリンクがあります。でそこから登録するページに行くことができます。また私の、サイトでご覧になっている方は、E メールのアドレスを打ち込むフォーマットがありますのでそこから申し込んでみてください。動画を撮るたびに E メールでお知らせします。それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。